はいどうも皆さん、月島と申します。とけ、今回はスターリングラードキャンペーンの方で、多分ね、タイミング的にこれが最後になるであろうアサルトエンジニアの方を使っていきたいと思います。うーす。はい、次のね、大型アップデートの方でこのアサルトエンジニアですねが使えなくなるということなので、まあ今のうちにね、まあ最後だから使っていこうという話なんですけども、まあエンジニアですね、公平にアサルトライフルをね持たせられるっていう能力ね、これに関してはまあ長年議論があったわけですけども、まあね、これでその議論もね一つの終着地点を迎えたって感じかなね。ただね、逆にあの衛星兵ですね、衛星兵の方にアサルトライフルをね今後持たせられるようになるということなので、まあ新しい時代が開幕しますね、まあ、というわけで今回はそんなアサルトエンジニアの方を使っていきたいと思います。まあ正直ね、この MKB42 ってあれでしょ、多分 STG44 とかとね同じ BR になると思うんですよ多分ね、そこまでそこまでいっかーやっぱりね、どうしても打ち負けますよね、近距離戦だとね、MKB42。連射力はね、やっぱり500しかないから、ね、連合軍とか、それのね、トンプソンとか、シュパーギンにどうしてもね、近距離だと打ち負けちゃうからね。まあ、多分 STG44 と同じ BR に なると思うんで、MKB ね。なので、まあ、一つぐらいですね、そう、BR ランク一つぐらいね、落としてもらってもいいと思うんですよ、ね、まあさすがに、まあ、連射速度500ですかね、ね多分ね、同じ BR としてシュパーギンとかトンプソンでしょ、ね、ガーッと、ちょっと待って、ね、なんか BR は STG とかとね、変えてほしいなっていうところはありますかね。まあ弱くはないんですよ、弱くはないですけど、やっぱり連射力という点でね、どうしてもトンプソンとかスパーギンにね圧倒されちゃうから、そのあたりのね配慮があったら嬉しいななんて思うんですが、まだいますね。よし、あーこれ敵だな、敵ですね、ぽいーですが、よし、ちょっと何側面回ってで防御しますか。 MKB なんでね、あんまり中には入りたくないんですよね、これくらいの距離を保って戦いたいところではあるんですが、サブマシンガンじゃないからね、でもいいんじゃないの、これくらいの距離だったら MKB 強いですね。はい、 OK、 よし、ちょっとな、何え、そこ通んの、え、今の、え、スーパー A か、思いっきり変なとこ通されましたね、まあいいやね。まあ本当に MKB 現在の、ね、スターリングラードの場合だとね、MKB しか持てませんけれども、ね、まあ BR ですか、そのあたりが来るとね STG とか持てるようになったりするし、ね、AS44 とかもね持てるようになりますからね。さっきの あれかここ通んの、いやここ通んの分かんないわね、まあ いやもうこれちょっと入っちゃいますか、入っちゃいましょう。AS44 とかね、STG だったらね、ガンガン中に入れるんですが、めっちゃ来てるな、MKB でね、ほんと、中入るの怖いですね、しかし、やるしかない、いいですよ、いいですよ、これくらいの距離だったらね、MKB いいですね、地の利を得て、標砲をなすと言いますか、まさにその通りかなと思いますね。ただちょっとな、弾薬箱作りたいんですよね、ちょっと弾薬箱作りたい、止めていっか、あーもうめちゃくちゃエイムかばれたな、あ、降りたかな、はい、OK、よし、弾薬箱を作りたいな、ちょっと作ら、ガーッ、そこ車線通るか、で、爆弾はどうなる、はい、ナイスナイス、いいじゃないですか、じゃあそうですね、もう弾薬箱作っちゃいましょう。で、そうですね、今のうちちょっと話すんですけども、ですね、公式の方から、新しい課金分隊が3つ発表されました、日本の戦車とオーストラリアの戦車と、そしてようやくね、ソ連の空挺部隊が登場するそうです、課金分隊でね、で、しかもですね、そのソ連の空挺部隊なんですけども、なんと AS44 持ちなんですよ、おーって思うんですけども、
同時にですね、ちょっと面白い機能があって、そのソ連のね、あの空挺部隊って、そのメインウェポンとなる AS44 あの取り外せるそうです、うん、で取り外すことによって BR の調整が可能らしいです。いいじゃないですか、いいじゃないですかね。ちょっとあの KV は誰かにやってもらって ね、そうやってね BR 調整機能があるそうなので、ね、他の空挺部隊にも欲しいですね、その BR 調整機能ね、うん、いいと思います。ちょっとダメな、今の角度が甘かったかな。ちょっと待ってみようか、ちょっと待って、よし止まった、OK、何どう、よしからのほいよ、何どんだけ硬いんだよ、くそどんだけ硬いんですか KV は。ともう一両、あ奥にいるな、もう一両奥に戦車いますね、行くしかねえ、あやばいやばい、これがダメか、ちょっとな奥にいますね、こっちの KV はな、まず仕留めてから行きたいんですが、がとりあえずほいで、そこダメか、そこで無傷、やば、 KV ダメですね、あの KV は後回し、よくこっちの選手やります。ちょっと側面にいられるのはよくない、うん、T70 だったら いけるでしょ。というわけでジャーマンポテトアトークプレゼントフォーユーからのほいや、はい、オッケー、こっちは楽、こっちは楽ですね、はい、KV-1 が異常に硬すぎでしょうね、えとっ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 と、はい、なんとかった、よし、はい、OK、というわけでまた再びの屋内戦なんですが、さてまあこの辺りはね、やっぱり屋内戦になるとね、やっぱり MKB よりもキラーイとかね、ああいうサブマシンガンの方がいいですよね、うん、ね、 MKB なモスクワだとね、アホみたいに強いんですよ、そうモスクワキャンペーンのマップだとね、そう MKB めちゃくちゃ輝くんですけど、今回のねトラクター工場はちょっとって感じかな、まあ、しょうがないですね、バシッと、なんだ見方がね、ね、まあ、本当にマップと武器の、ね、相性というものは大事だという話ですけれども、ね、まあ、アサルトエンジニア、まあ、MKB くらいだったらね、持たせておいてもいいかなっていうところはあるんでしょうね。MKB くらいだったらね、さすがにね、STG とかだとちょっと強すぎるからね、MKB くらいだったら持たせていいのかもしれませんけれども。まあ、今後はね、まあ、衛星兵分隊の方で、ね、アサルトライフル持たせられるということなので、まあ、そっちがどうなるかって感じかな。今撃たれたよね、大丈夫、大丈夫っぽい、大丈夫っぽいですね、よし、まあ今後はねアサルトエンジニアが卒業した後はね、アサルトメディックの時代ですよ、アサルトメディック、あーくそ、アサルトメディック強そうな気がするんですよね、自分で回復しつつね攻撃できますからね、まあ、公平いないからな、公平いないし、ね、爆発じゃなくて弾薬ポーチとか持てないからね、そのあたりはちょっとあれなんですけど、ちょっと待ってみようか、ちょっとそこの T73 ちょっと待ってみようか、ジャーマンポテトアタック、ダメか、ガーここ通れ、しかしまだまだドイツには奥の手がある、ジャーマンポテトアタックからのファイヤー、はい、オッケー、よし、いいですね、うん、と、お、結構タイマー進んでますね、オッケー、ナイスです、いいですよ、いいですよ、ではここから次のポイント向かいたいんですが、がまだいますね、ちょっと待って、ガー、ダメか、こちらはちょっとね衛星兵分隊なんで工兵がいないので、ビーコンは誰かに作ってもらって、というわけでアサルトメディックです、うっす、アサルトメディックです、アサルトライフルは持ってないけどアサルトメディックです、結構今結構いるんですが、ちょっと待ってみようか、よし、いいですね、さてちょっとここでおいいですわ、でここでまあ実質無限回復です、ここで、ね、実質無限回復ができます、うーん、ということでまあ普
通に考えて強いですよね、現時点でもね。現時点でもね、メディック分隊って強いですよね。持たせようと思えばキラーアイとかね、シュパーギン持たせられますからね。それを考えるとまあアサルトライフル持たせられるからどうなのっていうところもあるけれどもね。まあ現時点で強いメディックがね、さらに武器種が増えるっていうことで新しい時代がやってきますね。ちょっとね、さすがに最終拠点だけあって、ガーめっちゃいるな。さすがに防衛拠点最後だけあってね、人は多いですね。いきなり硬くなったないきなり硬くなった感がしますね。ということでちょっと味方の皆さんも頑張ってもらってポイーですよ。おっと、いつの間にかチケットに余裕がないですね。 MKB で行かないとダメ。怖っ。ちょっとここで援護するので爆弾仕掛けてもろて、頑張って爆弾仕掛けてもろて、よし、いいね、いいですよ。ちょっとお味方数で来てくれ、数で来てほしいですね。ここは数で押したいところなんですが、とりあえずポイで、あ、ダメか。くそ、さすがに守り固くなりましたがね。クレイ、とりあえずお前は道連れだ。ダメか、ダメだめっちゃいるな、めっちゃいますね。いつの間にこんなものを、くそ、ここに来てか、いつの間にこんなものを。ちょっとっとね、ちょっとな、味方ゴズメ結構来てくれてるんだね。ここで押さないと良くない、良くないぞ。ちょっとゴズメ待ちたいですね。ここにも作ってるのか、いや、めんどくさい。よし、待ってみようか。だ、ちょっと待って、くそ、今のやり直したらでかい。いいですね、ナイス起爆、ナイス起爆ですよ。ちょっとここカーズで押さないとダメですね。誰も壊してないのか。ちょっとこうやるしかない。ここちょっと壊させてもらって、味方の突入口を増やしまして、はい、 OK、 なんとかやって OK、 よし、よし、でこのまま押し切りたいんですが、ダメ、めっちゃいるな。 OK、 ガー、やばい、ちょっと待って、ガー、ダメか。お味方、あとは頼んだぞ、あとは頼んだ。はい、OK、ナイス、OK、はい、勝ちました、うん、まあ、というわけで今回はそんなスターリングラードキャンペーンでアサルトエンジニアの使い納め会でした、うん、もうね、本当にアップデートも近いんじゃないかな。なので、まあ、タイミング的には、まあ、これがアサルトエンジニアの、まあ、使い納めでしょうね、うん、と同時にアップデートが来ますと、ね、新番組アサルトメディックが始まるよっていう感じです ね、アサルトメディックね、うん、なので、まあ、総数で考えるところで言うと、まあ、アサルトライフルを、ね、使える、まあ、兵科が、まあ、減るっていうわけではないですね、うん、とはいえ、まあ、メディックなんで工兵いないから弾薬箱作れないし、あとは弾薬ポーチも持てませんからね。なので、まあ限定的な使い方になっちゃうかな、アサルトライフルもね。まあ、その方がまあバランスは取れてるっちゃ取れてるかもね。アサルトエンジニアの場合だと、こうね、公平だからね、ビーコン作れるし、弾薬箱作れるし、弾薬ポーチ持てるし、みたいな感じだったからね。まあ、このあたりがどうなるのかは、ぶっちゃけ使ってみないと分かんないですね、アサルトメディックね。まあ、とはいっても、やっぱり動画内で多分言ったと思うんですけれども、まあ、現状ね、強いサブマシンガン、キラーアイとかシュパーギンとか持てるんで、メディックね。まあ、ということなんで、まあ、メディック分隊自体がね、価値、アサルトライフルが使えるからって言って、まあ、大きくね、価値が上がるかっていうと、そうでもないような気もしますけどね。まあ、強いっちゃ強いと思いますよ、ね。とは言ってもね、っていう感じかな。まあ、何にしろね、本当にアサルトエンジニアのね、時代が終わって、アサルトメディックの時代が始まるということなので、まあ、そんな感じのアップデートを楽しみに待っていましょうか。はい。というわけで、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。
もしよろしかったらですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、四季島でした。